皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は園芸に関する個人的なトピックをご紹介する私的園芸ニュースをお届けしますご覧いただいているのは庭植えのバラオリビアローズオースチンです明日か明後日には咲きそうですねこのバラ以外にも咲き始めたバラがいくつかあります庭植えの植物たちに関してはほとんど手をかけられていないので害虫の発見が遅れることが多いです バラゾウムシの被害にあって、つぼみがいくつかやられてしまいました。咲き始めたバラや出根草などを中心にご紹介します。バラを5種類、低木を2種類、出根草を5種類、全部で12種類の植物をご紹介します。園芸ガーデニングに興味のある方や、バラや出根草などの品種選びにお悩みの方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。<music> まず最初にご覧いただくのは庭上のバラグラハムトーマスです少し小ぶりですが花が咲きました最初に咲く花は奥まった場所だったり細い枝先に咲くものが多いですご覧いただいている花も細い枝先に咲いたもので一枝に対して一つしかつぼみがありませんでした太い枝に咲く花はもっとボリュームがあって一枝に対して7個8個もっとあるかもしれませんがたくさんのつぼみをつけています ただ、今回咲いた花は色が濃いめに出ていますね。香りもしっかりと感じられて、出だしとしてはいい感じだと思います。これからどんどん花数が増えてくるので、とても楽しみです。続いてご覧いただくのは、オキシペタラムブルースターです。今年もなんとか冬越しに成功しました。バラとバラの株間に植え込んでいます。 ご覧の通り早くも開花しました去年は多分6月頃に咲き始めたはずなので今年はずいぶん早かったですね実はこれには理由があって一般的には冬を迎える前に枝を切り戻すのがセオリーですがあえて2本だけ残しておきましたその理由はバラの方が葉っぱを早く茂らせるのでその影になってオキシペタルムの初期生育が遅くなるからです枝を残して上に誘引しておけば初期生育が早まるのではと考えました 結果的には成功したようで、つぼみがたくさん出てきています。あとは株元からも新たな枝が出て、全体的にボリュームアップすれば言うことなしですね。続いてご覧いただくのは、鉢植えのバラディスタントドラムスです。花色に関する実験をしています。これは、昨日の夕方に撮影した動画なのですが、 開花のタイミングが微妙に合わなくて苦戦しています2株育てていて右が不織酸とミネラルを与えている株左がそれらを与えずに育てている株です不織酸とミネラルを補給すると花色が濃くなるのではということで花色の比較をしています一見すると右の株の方が花色が濃くて実験は成功しているように見えますが左の株の方が半日ほど早く開花しているのでその分色あせるのも早くなっています 詳細は後日動画にまとめますが、厳密に花色を比べるのは難しいですね。続いてご覧いただくのはスカビオサです。花が咲いているのはピンクッションピンクという品種です。コンパクトにまとまるタイプのスカビオサで、真冬でもちらほらと花を咲かせていました。つぼみの数が増えてきたので、今後花数も増えそうです。 スカビオさんに関しては複数の品種を育てていますピンクッションピンクのようにコンパクトにまとまるタイプの品種もあればかなり高くなる品種もあります例えばこちらはホワイトクイーンという品種ですもう少しで花が咲きそうですねピンクッションピンクと比べるとかなり高い位置で咲いています花も少し大きめですねさらに大きくなりそうなのが一番後ろのエースオブスペードという品種です まだ花が咲くのは先になりそうですがかなり黒みがかった色の花を咲かせますホワイトクイーンもそうですが背が高くなるタイプのスカビオサは夏の高温多湿が苦手なので管理方法を工夫しながら夏越しにチャレンジします続いてご覧いただくのは鉢植えのバラブルーグラビティです去年新頼で購入して今年で2年目の株です ご覧の通り、花が咲き始めました。ただ、花色はそこまで濃くありませんね。2年目とはいえ、まだまだ若い株なので、良い花を咲かせるには不十分なのかもしれません。期待しているバラなので、焦らずゆっくりと育てていきます。続いてご覧いただくのは、アークトチス・グランディスです。 まだまだ花数は少ないですが、開花サイクルについて見ていきましょう。枝分かれして株が大きくなるタイプではなくて、株元から新たな枝が出てきます。枝が伸びてきて、つぼみがついて、そして花を咲かせます。確認してみると、一枝につぼみが3つというのが多いですね。花は昼間は開いていますが、夜になると閉じます。それを何回か繰り返して、先終わりの頃になるとだんだんと開かなくなっていきます。 ご覧いただいている花はまだ咲き始めです。花弁がしっかりしていませんが、明日あたりからはくっきりした形になります。これが咲き終わった花ですね。この後種ができます。種を採取しないのであれば、なるべく早く切り戻した方が良さそうです。枝分かれして株が大きくなるタイプではないので、花数を増やすには株元から出る枝数を増やすしかないのかなという感じです。 続いてご覧いただくのは、ヒメウツギライムシャンデリアです。どうやら開花のピークを迎えたようです。ご覧のように、小さな白い花がたくさん咲いています。花も全部開き切ったようです。去年、苗を購入して育て始めたので、花を見るのは初めてでしたが、とても綺麗ですね。ライムシャンデリアという名前の通り、葉っぱの色が明るいライムグリーンをしているのもこの植物の特徴の一つです。 これなら花が咲き終わった後もカラーリーフとして楽しめそうですね。ちなみにこの株は午前中に2時間から3時間程度日が当たって、午後からは日陰になる場所で育てています。それでもこの程度の花数は期待できるので、日当たりがやや悪い場所でも育つ植物をお探しの方にはおすすめの低木です。 続いてご覧いただくのはサルビアムーンライトオーバーです去年苗を購入して育て始めたので初めての春を迎えますご覧のように花を咲かせました淡いアプリコット色の優しい印象の花ですねちなみにこの品種はカラーリーフとしても楽しめます黄緑色の冬入りの葉と優しい色合いの花の相性がとてもいいなと感じていますまだ花数は少ないですが 花が咲き終わった後に切り戻すことで枝数が増えて、繰り返し咲いてくれます。開花期は初夏から秋となっているので、まだまだ長く楽しめそうですね。続いてご覧いただくのは、鉢植えのバラシェーラザードです。昨日と一昨日の動画で、ハダ被害についてお話し,しました。葉っぱにダメージを受けながらも花を咲かせています。 ご覧のように濃いピンク色の花を咲かせます花弁の先がツンツンと尖っているのでかなり印象的なバラですよねまた花弁の表と裏の色が違いますこんな感じで花弁の裏側は白っぽいです花持ちも良くてなおかつ香りもいいので総合的に見てとても優れた品種だと思います雨に当てないように管理すれば薬剤散布なしで育てることも可能です 花を楽しむためにも、なんとかこれ以上肌荷の被害がひどくならないように管理していこうと思っています。続いてご覧いただくのは、リシマキア・ボジョレイです。去年の7月に苗を購入して、初めて夏越しに成功することができました。2月頃まではほとんど動きがありませんでしたが、だいぶ枝が立ち上がってきましたね。 ご覧のようにワインカラーのつぼみが大きくなってきました。いよいよ開花間近といった感じです。まずは開花を楽しんで、その後は再び夏越しできるように準備します。今年も成功させて、これなら大丈夫という管理方法を見つけたいですね。続いてご覧いただくのは、鉢植えのバラプラムパーフェクトです。 まだ咲き始めですが、一応開花です。そこそこのボリュームで咲いてくれました。ご覧の通り、赤紫色の花が魅力的なバラです。香りがほとんどないのは少し残念ですが、花色が魅力的なことと病気に強いこと、そして樹形が素直なので管理しやすいことがメリットです。株が若いうちは見応えのある花が咲きづらいですが、去年の秋頃からだいぶいい花を咲かせるようになってきました。 低農薬、無農薬でバラを育ててみたいという方には、おすすめの品種の一つです。最後にご覧いただくのは、コロキアコトネアスターです。くねくねと折れ曲がる武骨な枝ぶりが魅力的な低木ですが、実は花を咲かせます。ちょっと近づいてみましょう。株元に近い部分の枝先に、小さくて黄色い花が咲いていますね。 武骨な印象の枝と可愛らしい花にギャップがあって、そこもこの植物の魅力かなと思っています。それでは今回の動画のまとめです。園芸に関する個人的なトピックをご紹介しました。バラや出根草、低木などいろいろな植物が咲き始めました。嬉しい反面、芽が行き届いていないことが多いです。 最近で言うと鉢植えのバラシェーラザードに発生した肌荷がそうですねこまめに株をチェックしていれば被害は軽くて済んだはずです忙しさは言い訳にならないので花を楽しむためにもこまめに見回って株の状態をチェックしていこうと思っています今後も育てているバラや出根草の様子は定期的に公開していきますので興味のある方は次回もぜひご覧ください